2016年の日本シリーズ優勝を勝ち取った北海道日本ハムファイターズが11月20日北三条広場赤プラからすすきの交差点手前まで優勝パレードを行いました。当日は未明から冷たい雨が降りパレードの開催が危ぶまれましたが、出発式が始まる少し前には雨が止みました。同チームの優勝は10年ぶり3度目の日本一です。観客で埋め尽くされた出発式会場で高橋晴美北海道知事、秋元克弘札幌市長らが挨拶をしました。北海道日本ハムファイターズの皆さん、温かいことはかけてあげてください。本当に1年間ありがとうございました。出発式には選手会長の大野翔太選手、田中健介選手も参加し、テープカット後に優勝パレードがスタートしました。パレードの全長は約220メートルで、北三条広場から30分かけてすすきの交差点手前まで移動しました。沿道には約13万8千人の観客が押し寄せ、選手らに温かい声援を送りました。当日は号外新聞の配布や市内デパート及び周辺の店舗においても優勝を祝うイベントが行われ、札幌の街はお祝いムード一色に包まれていました。札幌経済新聞が日本ハムファイターズの優勝パレードをお伝えいたしました。